西谷さんは細川バレンタインさんをどう思っていますか。また JTT の選手たちは細川さんのことは話題に上がったりしますか。まあ、JTT の話から言うと話題に上がることはほぼないです。バレンさんのことは聞いたことないけど、まあ、俺は普通に面白い試合なと思うけど。あ、そうなんや。おもろい試合だと思います。だからそのただちょっとダサい自分が思ってるバレンさんと目の前に見たバレンさんがちょっと違うなと思ったからペコペコしてたんやな。ペコペコしてたんで確かに YouTube のキャラとしたら全然違うもんな。そう、俺が知ってるバレンさんとイメージは違ったから、うん、あ違うなと思ってダサいなと思いましたけど別に全然バレンさんも嫌いやないしそれを YouTube 上で言うのがおもろい。まあ、すでに言ってたもんな、うん、だからバレンさんのはあんま見てない。だ僕バレンさん文句しか言わないもん。そうやな、なんかおもろいこと言わないんですよ、うん、文句系統ばっかしだ。俺はそうじゃん。俺は格闘技の愛があるのは分かるよ。格闘技の愛があるけど、まあ、ちょっと歪んでるなと思いますけど。歪んでる俺、うん、でもバレンさんも手だけルールしかやったことないのに MMA ファイターにも物申してるけど、ね、それクソですねそれクソ。ジュビさん、これ何ですか。これな、EAA って言って、はい、体内では生産されへんそれクソですねそれクソそうです。ちょっとじゃあ次。それクソやで、それこの赤ちゃんに言葉通じんから、言葉通じへんのかって言うのと一緒っすよ。だって MMA ルールを結構語ったりするからな、MMA の試合を。それ一回やってから言えよブレイキングダウンもなんかぐちぐち言われるけど、ブレイキングダウン出てから言え、それも。めっちゃ言ってるよ、自分のさ、俺コラボしてもブレイキングダウンのネタも取っていかれたりするから、あんだけ文句言ってるのにそっち側でやるんやと思ってあんだけ、しかもライジンも、あ、これちょっと言わせて、ペーパービュー勝ったこと一回もないからな、あの人。え、そうでしょ。ライジンのこと語る時もなんかその俺アンディでいつも撮影するけど、アンディ来た時にちょっといつも見てない見てない言うもん。そうそう、お前のあのアカウントでちょっと見せてくれとか言って、木村実対ブアカオの試合とか語りたいからちょっと今から見せてくれって言って、俺のアカウントでログインしてそれ見させてあげたりとかして、それ見てないやつが語るのおかしいと思う俺。あれダメやな、あれはほんまにダサいやつかもしれんもしかしたらバレンさんでもまあ面白いと思ってる。お前面白い、まあまあおもろいよね、めっちゃキャラがあってめっちゃいいと思う。